里崎チャンネル。じゃ、はい、こんにちは。里崎チャンネル。今回はウームさんとのコラボ企画。ネモさんとマスオさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マスオです。ネモさんいいですか。その発言しなくて大丈夫ですか。いや、なんか軽くこんなんだったっすよ。いやー、マスオさんと里崎さんの前で出しゃばれないなと思って。いや。なんかそこはなんかある、上下関係あるんですか。いやー、もう野球界と一緒だと思います。なんかそんなこと言うと危ないじゃないですか。なんかあれですね、闇を感じますね。いや、そんなことないっすよ。では闇を暴く動画になってしまうでしょうか。時を戻そう、ちょっと。まあ今回はこのリモートコラボというところで、マスオさんとネモさんに、今日コラボ企画、まあ僕もですね、お二方 の YouTube チャンネルの方にも出てるんでですね、皆さんぜひ見てもらいたいですけども、今回このコラボということで、やっぱりいつもはね、自分でいろんなことを喋ってますけど、今回はいろんな人にいろんな質問を答えていこうっていうね、野球界の疑問、あと好奇心から来る、聞いてみたい話もしあればですね、まあ、何でも答えていきたいなと思いますけど、どうですか、なんかこうプロ野球界の闇とか謎に迫るとかね、今闇出ましたけど、闇ありますか。おっと、いきなりプロ野球界の闇ですか。闇とか聞きたいこととか、こんなことどうなんやろうっていう。おっと、いきなりの好奇心から出るみたいな。闇か、ちょっと待ってください。僕は実は1個思いついた。ネモさん、なんですか、なんですか。まずはまずかったら全然カットしていただいて大丈夫。不祥事を起こした選手たちって、まあ、どうこう復帰するとか、まあ、その結局切られていく方もいるじゃないですか、まあ、選手間とか球団の方ってどういうふうに考えられてるのかなっていうのは聞いてみたかったりしてました。まあでも基本的にはそこまでの影響は多分ないですね、僕が見てきた感じでも。その、まあ、昔だと遅刻とかね、そういうので、まあ罰金が昔はあったりとか、したことはありますけど、ロッテで僕がいた中で現役の間にそういうのってあんまなかったんですよね。おで、あったとしても、その遅刻とかそういうなんかルールを破るチームのね、っていうので、門限破りだったりとかっていうので、そのペナルティーはなんか罰金とか、あとはもうね、立ち位置によるんですよ。そのレギュラークラスだと罰金とか、まあ、注意されて終わりなんですけど、まあ、当落線上にいる選手はもう二軍に落ちされたりしますね。確かに。そのなんか選手の立ち位置にもよりますよね。結局やっぱりそのチームは勝っていかなきゃいけないんで、大きなね、その法律違反だったりとか刑事罰的なものが起きれば、多分謹慎とか、もしくは出場停止とか、まあ、練習にも参加できない自宅謹慎なんかも行われることはあると思いますけど、基本的にルールを破るぐらいだとそんな感じですね、チームの。ちなみに里崎さんが在籍時に一番こうやってしまったなってこととかってお聞きしても大丈夫ですか。一番やっちゃったのはやっぱ門限破ったことですかね。寮でね、二軍の時に、二軍の時に寮で門限破って、はい、でそれも一回その門限破りがあって注意受けてたんですよね、その他の選手がね、受けてた上で門限破ったんですよね。はい、お前あれがあったのにまた何やってんだみたいな感じで、罰金、罰金これです。6000万円ですか。うわー、高い。上に行くと僕が今から言う数字が少なく感じるじゃないですか。冗談です。罰金60万です。60万。はい、いやー、1回で、いやー、もうマジビビったっす、聞いたときは。やばっ。ですけど、まだ若かったし、勢いあったんで、ムカついたから、銀行行ってお金下ろしてきて、次の日、そっからって言われました。なるほどですね。でも、やばいですね、1回で60万円も。もう頑張って、給料取り戻してからみたいな。それが一番衝撃的でしたかね。
え、じゃあ僕聞いてもいいですか。はいはい、あの闇というほど闇か分かんないんですけど、ある野球漫画で選手間がめちゃくちゃ仲悪いとか、はいはい、でそれで結構なんかもう実際に結構トラブルになってるみたいなアニメがあったんですけど、はい、実際のプロ野球チームの中で不仲とか、結構そういうのってあったりするんですか。あるって聞くんですけど、ロッテがファミリーすぎて、ほあと代表とかでも行くじゃないですか。はい、WBC とかオリンピックとかの代表で行くと、あのロッテは一線は守るんですけど上下関係がちょっと緩いんですよ他のチームに比べると。だからロッテじゃねえんだよってめちゃくちゃ言われました、はい、だからその今だとロッテとか日本ハムとかもその傾向ありますね。やっぱりヒルマン監督が来たんで、だからあの新庄さんとかいろんなイベントしたりとかちょっとこうアットホームな感じあるじゃないですか。だからなんかあのセリーグの昭和的なチームはなんか厳しい感じありますね。だからドラゴンズとか多分厳しいと思うんですよ。でそれはなんで気づいたかっていうと、オリンピックの予選に行った時にバスに乗る時に、まあ、全員一流クラスしか来てるわけじゃないですか。うん、でそしたら荒木とか森野がバスに乗らないでバスの外で荷物の出し入れの手伝いしてたんですよ。バスの下にね、そのボストンバッグ乗せる。でそれで、え、何やってんの、まあ、乗ってればいいじゃんって、あのそんなことしなくてもみんな自分でするんだから乗ればいいじゃんって言ったら、いやいや大丈夫ですって言うので、へー、っていうことは多分あのチームの時からやってると思うの。うん、改めてっていうか、そんなことできないから。で俺らロッテそんなことやんないから自分のものは自分で乗せるみたいな。だからそこまでその上下関係の一線は守るけど、そこまで必要以上のことをするって印象ないから、でそこまでしなくてもいいのにと思ったんですけど、多分ドラゴンズはそういうところもちゃんとやってるからそうなるんだなと思って、ああと思った。ロッテは今本当あのボビーが長くいたんでアットホーム的なそのフレンドリーなね、まあ、上下関係はありますけど、はい、フレンドリーな感じだから、そのいがみ合うとかがないんですよ。でもし仮にそこで好き嫌いがあったとしたら、プライベート共にしないですよね。うんうんうん、一緒に食事行くとかそういうのもしないですよね。そうですよね、嫌な人とは、ね、野球の試合って別にあのそんなコミュニケーション取らなくてもできるんで、自分のことに徹すればうん、うん、だって野球ってあのどこに打ったらどこに動くって決まってるじゃないですか。うん、サッカーみたいに連携とかいらないじゃないですか。そうですよね。あ、だからそこにそんな言うほど、なんかこれは昭和の人の話ですけど、なんか二遊間ですごい仲悪い人がいたらしいんですよね。ほう、あのまだ僕は子供の時の話ですけど、でその二人は仲が悪いからダブルプレーの時に全力でセカンドに投げ合ってたらしいんですよ。でもそれは別に悪くないじゃないですか、ダブルプレー取るっていう名目だから、うんうんうん、で全力で投げ合ってて、でもその二人が上手いから、その全力できたやつを簡単にゲットして、結果的にめちゃくちゃ早いダブルプレーになるらしいですよ。そうそうっすか、むしろプラスですね。めっちゃ全力で投げてたらしいですよ。それをお互い上手いから超簡単に取ってみたいな、そういうのは聞きましたけど、ね、昔でもやっぱりもう今はね、その学生時代からそういうのもなくなってきてるじゃないですか。今の時代になって、だからそういうなんかガツガツ系の人はもうあんまりいないですね。あ、そうなんですね。だから乱闘とかも少ないじゃないですか。昔はもう武闘派みたいなね人いっぱいいましたけど、乱闘要因とか聞かないですもんね。聞かないです。あのこう子供の教育に良くないとか、子供を見てるのにって非難されそうですよね。あー、昔だといけいけぐらいのね感じで楽しんで見てくれてたかもわかんないですけど、もう今だと野蛮ぐらいの感じになっちゃって、ちょっと非難されそうですね。だって今とかこうバットとか折るのとかでもちょっと非難されますもんね。あの子供を見てるのにとか、道具大切にしないといけないのにみたいな、教育に良くないとか。あ、昔とか外国人だとこうやってバーンって折ったりとか、僕らでもムカついてダーンって叩きつけて折ったりとかしてましたけど、今バット折る人いないくないですか。確かに見ないです。うん、だからこういったところもやっぱ変わってきてるんじゃないですかね。あ、そうですね、見られる存在としての意識が変わってんのかもしれないですね。まあ、ということでこうだいぶ時間が来ましたけど、あ、ちょっと1点だけいいですか。はい、あ、まだここからまだあるんですね。いや、あの村穂くんというウーム野球部のあのフィッシャーズのチームの、そうそう、ね、当てて、村穂くんはどこにいるんだろうなって今ずっと見てて、そう、あの今日来れなくて、実は村穂くんからの質問がちょっとあって。ああ、そうなんですね。そう、これあの闇でも何でもない質問なんですけど。あ、全然いいですよ、普通に質問しましょう。はい、あの村穂くんからの質問なんですけど、キャッチャーならではの打撃理論ってあったりするんですかっていう質問が村穂君から。あるっすね。
あるんですね。どういったところがキャッチャーならではなんですか。やっぱ配球を読むってことですね。あそのやっぱりそのやっぱキャッチャーにもこれはもう全員にあるんで、いい悪いとかじゃないんですよ癖があるんですよやっぱり。あ配球の困ったらこういう球種を投げやすいとか、うんうん、あとはこの球種は何球以上は続けないとか、必ずこのカウントではこのボール要求しがちとか、あアウトコースで1球ファーストストライク取ってワンストライクになったら2球目必ずインコース来るよとか、うーんインコースは来ても2球までだよとか、変化球は同じ球種3球以上続けないよとか、はい、っていう癖が出たりとか配球パターンが出るんで、はい、それを見るのはすごい感じ取りやすいですね。やっぱりあのキャッチャーの方いつもこう球種配球考えるから、さらにその読んでこう打撃にも生かせてるってことですよね。そうそうそう、だからもうキャッチャーと勝負ですね。でこの状況でこの感じだとこうやりたいと思ってるやろなみたいな、あじゃあ待っとこうかなみたいなね、まあ、もちろんそれがね全てうまくいくとは考えないですけど、そういうのを感じ取りやすいっていう、ね、おー、まあ、逆にそれで、はい、裏の裏書きすぎてこっちが迷うっていうパターンもあります。裏裏裏でもうどっちが表だか分かんないみたいな。そうそういうところもありますけど、やっぱその配球っていう面ではそのやっぱいつもやってるんで、その打撃においても相手がやってくることをその、はい、なんていうんですかね、転換しやすいですね、自分の中に落とし込んでね、うん、こうやってやろうっていうのがあるし、あとはその状況的にこの守備位置とかをあの確認するのが慣れてるから、すぐしまう、相手の癖で投げ足上げたらキャッチャーがアウトコース捕まえてたらセカンドが1、2塁間寄るとか、捕まえたらちょっと寄るっていうのをそのわざと反対するやつもいるんですけど、あっちもね賢いの手がバレないように、はい、でもそういうのをわざとやってない人は、あ、動いたからアウトコースやとかね、うん、あそっかっていうののこの観察眼っていうのがいきますよね、キャッチャーキャッチャーならではの、はい、あ素晴らしい、ちょっと南北にあのがっつりしっかり伝えておきます。だからその技術っていうより考え方っすね、がやっぱキャッチャーをやってると活かされますよね、ですね、他の野手では考えられないさらに深みまでこう考えられそうですね。そうそうそう、キャッチャーならでは。打席から見る映像とキャッチャーから見る映像って一緒なんで、あこっからの目線って見やすいんですよね、慣れてるんで。そっ か僕逆に野手から見る目線見たことないんで、はい、あっちに行ったらすごい違和感あるかもわかんないです。そうですよね、どこ見たらいいかわかんなくなるかもわかんないです。はいや、ならではだな、素晴らしい。これがキャッチャーならではですね。キャッチャーならではの打撃力。いやー、まあ、ありがとうございます。考え方してでもね、ちょっとね、打率上がるかもわかんないですよね。そこを活かせればね。はい。ありがとうございます。最後は、いい形の質問で。闇でも何でもない、すごい素晴らしい質問、まあ。できましたけど、まあ、今回もですね、はい、まあ、野球、まあ、これからも多くの人にね、野球の楽しさが伝わって盛り上がっていければね、まあ、皆さんにとっても一番いいですしね。この佐々木チャンネルにとっても一番いいと思うんですね。ぜひあのお二方のチャンネルにも佐々木出てるんで概要欄に貼ってますので、皆さんぜひチェックしてみてください。本日は本当に松尾さん、根本さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。さよなら。